元気ですかと電話をかけました。あの人のところへ電話をかけました。嫌な私です。やめようと思ったけれど、いろんなこと分かってるけれど、分かりきってるけれど、電話をかけました。あの人に元気かと聞きました。あの人に幸せかと聞きました。分かってるのに、分かっているのに、遠回しに探りを入れてる私。皮肉のつもり、嫌がらせのつもり、嫌な私。あいつに嫌われるのは当たり前。あの人の声は濁りがなくて、真夜中なのに付き合ってくれる。きっと知っているのに、あいつ言ったでしょ、私のこと。うるさい女って言ったでしょ。そうね、あいつはそんな男じゃない。わかってる。あいつのことをうるさく追いかける私、誰だって知ってる。でもあなただけ笑わなかった。優しいのね、優しいのね。あの頃はもう愛されていたから。何を望んでいるの私。あの人もいつか飽きられること。あの人はいつまでも電話に付き合ってくれて、私は別に話すことなんかない。声を聞いてみたかっただけよ。どんな声があいつは好きなの？どんな話し方があいつは好きなの？私、電話をかけました。あいつがやけにあなたの絵を褒めるのよ。私もあの絵好きだな。それにね、あのモデル実は私の彼に、そう、彼にちょっと似ててね。嘘ばっかり。誘いをかけてるだけよ。あいつの話が出ないかと思って。明日どうするの？だって、そんなこと知ったことじゃないわよね。どうしてそんなに答えるの？分かってるのよ私。分かってるのよ私。本当はそこにいるあいつを電話に出してって言いたいのよ。あの人が最後までしらを切ったのは、最大限の私への思いやり。分かってる私、分かってるあの人。分かってるのに、分かっているのに、羨ましくて、羨ましくて、付き合ってくれてありがとう。でも今夜は私泣くと思います。羨ましくて、やっぱり羨ましくて、羨ましくて、羨ましくて、今夜は泣くと思います。レイコ、いい女になったね。惚れられると女は本当に変わるんだね。レイコ、一人で街も歩けない、自信のない女だった。お前が嘘のよう、人の不幸を祈るようにだけはなりたくないと願ってきたが、今夜お前の幸せぶりが風に追われる私の胸に痛すぎる。レイコ、見違えるようになって、あいつにでも本気で惚れることがあるんだね。レイコ、あいつは誰といても寂しそうな男だった。お前とならば合うんだね。人の不幸を祈るようにだけは
なりたくないと願ってきたが、今夜お前の幸せぶりが風に追われる私の胸に痛すぎる。